本日のお話の舞台は昭和30年頃です。子供が欲しくてできなかった老夫婦が屋台のラーメン屋をやっておりました。ある晩閉店間際に飛び込んできた労務者風の若者、ラーメン3杯を平らげて無銭飲食で交番に突き出してほしいと言い出した。銭も親兄弟も友達もいねえ俺は豚箱に入れば朝飯や夜露はしのげる。それを聞いたおじいさんはおばあさんに、おいばあさん、今日の商売はしまいだ。椅子を火事場の上にあげてくれ。おじいさん、この人本当に交番に突き出すんですか。まあいいから俺に任せてきな。じゃあ行きましょうか。おじさん、すまねえな。いえ、どういたしまして。じゃあばあさん出かけるよ。後押しを頼むよ。はいよ。どっこいしょっと。おい、ちゃんと押してくれよ。押してますよ。本当だ、おめえぶら下がってんじゃねえのか。押してますってば。おじいさんが育児がなくなっただけですよ。おじさん、俺が引っ張ってこうか。いえ、お客様とんでもねえ客じゃねえよ。無銭飲食の食い逃げじゃねえか。俺が引っ張ってってやら。でもお客様にすいませんな。いいよ、動くかな。動いた。おばさんも後押しなくていいよ。 ありがとうございます。ばあさん、若い方は力があるもんだな。よかったですね、おじいさん。でもどうせ運んでもらうなら交番までじゃなくてうちまで運んでもらうと助かるんだがね。あ、そうだな。どうですあんた、うちまで運んでもらえませんか。え、でも俺交番へ。あ、そうですか。それともあんた急ぎますか。いや、急ぎはしないけど。だったらそうしてくださいな。年寄りは助かりますから。わかった。おじさんちまで交番へ。おじさんちまで運んでやるよ。あ、ありがとうございます。ばあさん、うちまで運んでくださるそうだ。よかったですね、おじいさん。あ、そこを左に回ってください。お、こんな感じ。おじさんはこの商売は長いのかい。投げたってそんな何台ってことやってませんよ。工場は定年になってから始めましたからね。15、6年になりましょうか。せがれは娘さんはいんのかい。それがばあさんと一緒になって60年近くになろうっつうのにずっと二人きりなんだ。そんなに働いてどうすんだい。まあどうするもこうするもありませんがね。ばあさんと昼間にらめっこしてたって面白くもおかしくもねえや。だから毎晩7時頃になるってとあそこに屋台出すんですよ。でね、お客様は世間話してくださいますから、それを聞くのが何よりの楽しみで、雨が降ろうが雪が降ろうが夜中の1時か2時頃まで年中無休ってやつでさ。そんなに働いたら金が残る。まあ残るには残っちゃいましたがね。捨てるわけにもいかねえんでそのままにしてあります。あ、そこを左に回ってください。あ、そこらで結構です。ありがとうございます。助かりました。おばあさん、中へ入って茶を入れねえかい。どうですあんた、お茶飲んでいきませんか。え、おじさん俺交番へ。お茶飲むのに何分もかかりゃしませんよ。交番なくならねえし夜道に日が暮れねえって言うじゃないですか。さあどうぞ上がってください。といってもこの通り6畳と4畳半のたった2間のあばらですが、さあどうぞおかけください。ばあさん、ああまだ湯沸かしてる。だったらすまねえ、いつもの俺の寝酒の一升瓶取ってくれ。お、ありがとうよ。茶碗は2つだ。やってください、いける口でしょ。あ、私もやりますから。乾杯しましょうか。おじさん、俺交番へ行かねえぞ。これ飲んだって何分もかからしませんよ。私ね、これが何よりの楽しみでね、商売しまって一杯やるのが。ばあさん、なんかつまみはねえかい。はいはい、おじいさん。
チャーシュー着てきましたよ。ところでおじいさん、ん？労働賃金っていうのはどうなってます？なんだよその労働賃金っていうのは。今ね、何をしてもらうにもお金の世の中なんですよ。あの重たい屋台をここまで運んでもらったんですから、屋台を運んでもらったお礼とさっきのラーメン3杯と差し引きなしでいいんじゃないですか。いいとこに気がついた。じゃああんた、さっきのラーメン3杯と、屋台を運んでもらった運賃とチャラということで。おじさん、そりゃ困るよ。今晩俺交番連れてってもらわないと寝るとこがねえんだ。うちへ泊まってきませんか。豚箱よりはマシでしょ。明日の朝ばあさんと朝飯食って帰りなさいな。俺はそんな他人から親切受けたことがねえ。私は別に親切で言ってんじゃないんですよ。もう交番行くの嫌になっちゃったんだ、くたびれて。年寄りの勝手だ、そうしなさいな。おじさん、人がいいにも程があるで。俺はよ、グレた人間だぜ。俺が夜中に気が変わって泥棒でもしたらとんざん迷惑かけちまうじゃねえか。そん時はそん時ですよ、うん、あ、そうだばあさん、今日の売り上げな、あれ茶壇の上にあげといてくれ。それでこの間から銀行に持ってくって言ってた金もな、こう風呂敷かなんか住んで持ちいいようにして一緒にあげといてくれ。じゃあ俺さん、これ泥棒しろっつうのかい。んなことは言ってませんよ。私はばあさんに用を言っただけ。私もばあさんもね、一期浄土ってやつで一杯飲んだらいい心持ちになって、もう二杯飲んだら白川よ船、もうぐっすり寝ちまいますから。ばあさん、お前も二杯飲んで寝ちまいな。あんたはずっと起きてて飲んでて構いませんから。え、何？よく屋台越しに若い人と話をするけど、こうやって打ち上がってもらったのは初めてだ。親子見てた？親子って年じゃねえだろ。せいぜい孫みたいなもんで。そうだな、あんたに一つ頼みがあるんだがね、聞いてもらえませんか。さっきも言った通り、ばあさんと一緒になって60年近くになろうっつうのにずーっと二人きりなんだ。近頃近所でお父っつぁん、おっかさん、おじいちゃん、おばあちゃんってのを聞くとなんか羨ましてね、いっぺんでいいんだ、お父っつぁんと呼ばれてみてえと思ったんだ。こんなもろくじじいをお父っつぁんなんて言いづらいだろうが、一言やってもらえませんか。お、あれ親の顔知らねえから、お父っつぁんなんて言ったことはねえ。私も言われたことはね、お互い初めてちょうどいいじゃないですか。年寄りを喜ばせてくださいな。おじいさん、おじいさん、赤の他人様にそんなことお願いしてもいいんですか。赤の他人様ったってお前、子供がいねえんだから他人様をお願いするしかねえじゃないか。だったらおじいさん、労働賃金を出したらどうです。さっきも言った通り、何でもお金の世の中ですから、おじいさん、間違えた、お父さんって言ってもらうなら言ってもらうで、100円でも200円でもお金を持たせて返してあげなさいな。お金がないから悪いことをしたくなるんです。いい考えが浮かばないんです。じゃあここに100円やら、これで一声お父さんって言ってもらえませんか。できるかな。できますよ、どんな声でも構いません。音、具合悪いな。じゃあ俺目つぶるよ。じゃあ私も目をつぶって聞いてます。楽しみに聞いてますんでお願いします。お父っつぁん、はあ、いい気持ちだぞおばあさん。今度は私の番ですからね。私は200円出しますからね。おっかさんって言ってください。そしたら私は何だいって返事をしますから。
今みたいに往来で焼き芋売ってるような声じゃなくて、もっと優しく甘ったれておっかさんって言ってください。難しいんだな。あ、その難しいんだなって声私気に入りましたよ。その声で優しくおっかさんって言ってください。そしたら私がなんだいって言いますから。じゃあ俺目つぶるよ。じゃあ私も目をつぶって聞いてます。はい、どうぞ。おっかさん、これでいいかい。これでいいかなんて言わないでくださいよ。なんだいって言うのがなかったってことじゃないですか。やんなしもかい。おっかさん、なんだい。はあ、おじいさん、いい気持ちですね。今度俺は300円出す。今度はね、あんたの名前を呼びますからね。そしたら、なんだよお父さんって返してください。いいですか、あんたの名前を呼びますよ。おじいさん、おじいさん、そうそう、おかしいね。この人の名前まだ聞いてないじゃないか。あ、そうだったな。あんた、名前は何つうんだい。のぼるって言います。のぼるさんか、いい名前だ。でも、のぼるって呼び捨てにしますからね。300円ですから。そしたら、なんだよお父さんって返してください。じゃあ目つぶってやりますよ。のぼる、なんだよお父さん。いい響きだ。これは300円じゃ安いよ。もう一回。おじいさんの先祖ってわけじゃありませんよ。もう今度私の番ですからね。私500円出しますからね。ほら、もういいや。なんか俺ちょっと胸が変になってきちゃった。いいじゃないですか、やってくださいよ。今度は私はあなたに小言を言います。そしたら、おっかさんごめんねって言ってください。おしまいの登るってのきっかけにしましょう。おしまいに登るって言ったら、お母さんごめんねって言ってくださいね。それと今度は顔を見てやりましょう。私もあなたの顔を見て小言を言いますから、あなたも私の顔を見てお母さんごめんねって言ってくださいね。なんて言おうかな。じゃあ始めますよ。なんだねこの子は。夕方だってどこをつけ歩いてんだい。お母さん一緒に夕飯食べようと思ってお膳出してご飯を襲ったけど、ババア随分投げんだな。うるさいおじいさんはもう。500円だから少しは楽しませてください。じゃあもう一回最初からやりますからね。なんだねこの子は。夕方だってどこをつけ歩いてんだい。お母さん一緒に夕飯食べようと思ってお膳出してご飯を襲ったけど、お前の姿が見えないんで心配で心配でご飯が喉を通らないんだよ。登る、お母さんごめんね。おじいさん、いい気持ちですね。今度はこれ1000円出す。おじさん、もういいや。もう俺ほんと胸が変になってた。いいじゃないですか、やってくださいよ。それと不公平じゃないですか。あんたとばあさんは目を開けてやって、私はずっと目つぶってたんだ。じゃあ最後にもう一件だけお願いします。それとも今晩夜通しやれば2万か3万になりますから、ずっとやりますか。いや、もうだけ。じゃあもう一点だけお願いします。今度はあんたが先に出てください。こう言ってください。お父っつぁん、ラーメン屋なんかもよしてくれよ。俺はもう子供じゃねえんだ。俺に任せてくんな。って胸を一つトーンと叩いてもらえませんか。あとは私が勝手にやりますから。難しいんだな。そりゃそうですよ。1000円だから少しは難しくなりますよ。なんだっけ。お父っつぁん、ラーメン屋なんかもよしてくれよ。俺はもう子供じゃねえんだからな。俺に任せてくんな。あとは私が続けます。わかった、やるよ。お父さん、ラーメン屋なんかもうよしてくれよ。俺はよ子供じゃねえんだわな。俺に任せてくんな。
ノボル、おめえがそう言ってくれんだ嬉しいがな。嫁をもらった孫ができた、そん時にはよ、おもちゃの一つも買ってやりてえじゃねえか。だからな、もう少しだけ俺にラーメン屋を続けさせてくんねえか。な、な、な。ばあさん、今晩は楽しかったな。楽しかった。ありがとう。ありがとう。上さん、おばさん、俺金いらねえよ。金いらねえからさ、俺の頼みも聞いてもらえねえかな。何ですか？これからもずっとお父っつぁん、おっかさんと呼ばせてもらいてんだ。お父っつぁん、おっかさん。